さあどうも綿貫です。現在品川駅に来てます。これから何をするかっていうと、今回もねまたスタッフからね考えてもらった企画シリーズなんですけど、また何か台紙があるみたいな、それをまずもらいますね。あっと、あ、受け取りましたけど、あ、今度はな、これ虹色の切符ラリー、これすごいね、虹色が目立つ台紙と、この赤、大々、黄、緑、青、藍、紫って書いた欄がありますけど、あ、これもなんとなくね理解しましたね。切符ってね、まあ、最近 IC カード使うことが多くなったんで、手にすることが少ない人も多いと思うんですけど、まあ、切符の券の地紋の色っていうんですか、切符の紙自体の色、あれがね JR だともう一律でオレンジ色ですけど、意外と会社によってね色がいろいろあったりするもんなんですね確か。まあ、私鉄だとねあのピンク色の方が多かった気がしますけど、確かにねそれだけじゃないと。でそれをまあ虹に見立てて縦に並べて虹を作ってみようってことか。あ、それ面白そうですね。あ、でさらにねこの使う切符が今支給されたんですけど、あ、特内パスということで、あ、この特内パスのエリア内だけで集められると。あ、そうなんだ。あ、じゃあね早速ね巡ってみますか。この虹をね順番に行ってみましょう。一番上のね赤からね順番に行っていきますか。それはこの品川駅で手に入るのかな。いやでもふと品川駅の、ね、通路を歩いてたら、こう QR でガシャポンモバイルスタンプラリーっていうのをやってるんですね。まあ、JR さんもね最近結構ね謎のスタンプラリーみたいなのを生み出してる気がしますけど、私もねそれに負けずにね生み出していきたいですね。さあ、じゃあまずはやってきたの京急のね券売機ですね。じゃあここのね隔離された券売機で買いますか。じゃあまずね品川で、京急線ですね。これで赤色の切符を買ってきました。どちらかというとねピンク色の気もしますけど、まあ赤ということでね行きましょう。でこれをノリでこの台紙に貼っていくんですね。これでね徐々に虹がね出来上がっていくわけですね。で大々色もねこの品川で買おうと思えば買えるんですけど、せっかくならね違う駅名にしたいんで次の駅にね移動していきます。では高輪ゲートウェイで下車しました。やっぱりね降りる人は少ないですけど、ここはもうやっぱり車両基地を見る分にはねいいところですよね。まあ、じゃあ早速ね改札を出てみましょう。さあじゃあ高輪ゲートウェイの外に出てみました。まあね人気は少ないですけど、ただねまだ物珍しさかね降りて写真を撮ってる方も何人かいらっしゃいますね。でそこに券売機があるんで切符を買ってみましょう。本当開業初日はね切符を買う人のね列がすごかったはずですけど、今日はね全然静かですね。さあじゃあ駅前はまだまだ工事中って感じですけど、切符を買ったんでねまた貼っていきましょう。さあではこちらが JR の大々色ですね。こちらは確かにね大々色でしょう。じゃあこちら台紙に貼り付けて OK ですね。じゃあ次の黄色にね移動していきましょう。次の黄色ですけど、ちょっとねこの高輪ゲートウェイが泉岳寺駅にね歩いて乗り換えが近いっていうことでね話題ですけど、全然ねやったことなかったんで、それもね兼ねてね歩きで移動していこうと思います。でこの駅前の看板にもね豊浅草線京急線ってある通り、もう公式な乗り換え駅ですね。連絡の定期券も発売されているようです。あでもここもう新しくできた道って感じでね、なんか歩くだけでもワクワクしますね。突き当たりを左に曲がったら国道15号があって、あ、泉岳寺駅の入り口っぽいの見えますね。あ、近いな、こんな近いんだ。あ、全然乗り換え駅としてね機能できますね。さあではね泉岳寺駅入っていきましょう。京急の券売機がありますけど、京急の券売機って IC 使えないんですね。まあそれはいいとして、こっちのね都営の券売機で買っていきましょう。ちょっと続いて都営地下鉄のね切符を購入しました。これはもう正真正銘黄色ですね。じゃあ、ね、貼っていきましょう。あ、いいですね、だんだん虹っぽくなってきましたね。じゃあまたね高輪ゲートウェイに戻って JR 線でね移動していきます。さあじゃあ続いての大井町駅で下車しました。ここに来るとねあの2駅ごとに終点の動画を思い出しますけど、で次の切符の色が緑色ですからね、その緑色の切符ってあんのかな。まあ、早速ね売ってそうなところに、ね、移動していきます。ということで臨海線の切符売り場にたどり着きました。ここでね買っていきますか。これ臨海スイカが本場で活躍してますね。
お取り忘れに。さあ、では臨海線でまだ切符を買ってきました。これはね、まあ緑かっていうとどちらかというと水色なんですけど、水色系の切符の中でもね、なんか緑っぽい色合いをしてたんで採用しました。まあ、貼っていきますね。さあ、こんな感じで多分この先並べていくとね、虹色っぽく見えるといいなって感じですね。でまた次にね、移動していきましょう。さあ、で下車したのが新橋駅ですね。ここにね、SL の動輪か、それと鉄道商家とかもね、あるんですね。で、ここでね、まあ、もちろん JR で切符を買うわけじゃないので、買うところにね、移動していきますね。ただ、残りがね、もう青と藍色と紫なんで、もうだいぶ苦肉の策みたいなのがね、結構出てきますけど、とりあえず移動していきます。あ、じゃあ続いて東京メトロのね、切符売り場ですね、買っていきましょう。さあ、じゃあ続いて東京メトロでね、切符を買ってきました。なんか青色というか水色のつもりだったんですけど、思ったよりなんか色が薄いですね。白っぽい感じがしますけど、まあこれもね、貼れば虹色っぽくなるでしょう。でこんな感じで5色で、まあ、こう並べるとね、やっぱり臨海線は緑っぽく見えますね。じゃあ続いて藍色ですね、移動していきましょう。さあ、真上にね、ゆりかもめが通ってますけど、そこのね、真下を歩いて進んでいきます。でここすごい人少ないですね。なんか新橋駅近くでかなり人の少ないエリアな気がします。あ、じゃあやってきましたね、ゆりかもめの汐留駅ですね。さあ、じゃあ買ってきました、汐留駅ゆりかもめ。これはかなり濃いね、青色ですね。これが藍色になるかっていうと微妙なところだと思いますけど、ただね、周囲の色とのね、兼ね合いで、まあ藍色でしょう、これは。じゃあ貼りますね。おー、じゃあこれであと一つ、最後紫ですね。紫だけちょっと遠いですけど、移動していきましょう。さあ、では上野東京ライン赤羽で下車しました。とりあえず改札の外に出ましょう。さあ、では赤羽駅で下車しました。ただね、ここ赤羽は JR しか通ってないので、 JR の切符を買うわけではないので、またちょっと徒歩で移動していきます。さあ、ということで赤羽駅から10分ぐらい歩いてきましたけど、赤羽岩渕駅ですね、ここにね、入っていきましょう。さあ、じゃあ埼玉スタジアム線券売機ですね。確かに紫っぽい予感はしますけど、どんな切符が出てくるんだろう。じゃあ赤羽岩渕で、ね、埼玉高速鉄道、紫色ですね。これはかなりね、紫色な感じがしますね。で、やっとね、7個目貼っていきましょう。あ、いいですね、虹色揃いましたね。じゃあ最後にね、赤羽岩渕外に出てみて動画を終わりにしますか。さあ、では赤羽岩渕駅の駅の外に出てみました。ちょうど赤羽っていう交差点がこの駅前にあるんですね。これは意外だな。ではね、改めてこんな感じで虹色の切符ラリーってやってみましたけど、まあ、なんとなくね、虹っぽく見えますね。まあ、完全に虹の色かって言ったらそうじゃないですけど、ただね、普段何気なく使ってる切符の色がね、結構いろいろな色があるっていうのがね、これで分かりましたね。まあね、これをきっかけにね、切符にもいろんな色があるってことをね、知った方はぜひね、自分だけの色の切符を探しにね、旅に出てみてください。で、こんな感じでこの動画は以上になりますので、次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。